ブソガの位置と2001年から2005年の県ブソガの、旗ブソガは、ウガンダ島南部の伝統的地域。主な民族は、バントゥー系のソガ族で11の主張国からなり、イギリスなどの支配を受けて以降、ウガンダなどとの対抗上を選ばれた伝統的王として20世紀初頭に、キャバ人ガが置かれ、ブソガ王国とも呼ばれる。北には、清ガ湖を挟みて、ソチ方、 東にムポロゴマ川を挟みブケディ、南はビクトリア湖に臨み、ブブマ島などいくつかの島所を含み領水がケニア・タンザニアと接し、西はブガンダと接する。王国の首都は神社近くのブゲンベに置かれていた。王政はブガンダなどと同様に、第一次ミルトン・オボテ政権により1967年に廃止されたが、 1995年憲法246条の規定により文化的指導者としての復活が認められ2月11日ヘンリーワコ・ムロキがキャバ人街の服用を宣言したムロキは2008年9月1日にカンパラの村五国立機関病院で食道癌で亡くなったナイルガーの源流を探検していたイギリスの王立地理学協会のジョンハーニングスピークが アフリカ東海岸からビクトリア湖南岸を西に回り、ブガンダを経て1862年に、後の神社近郊のリポンダキに到達したのが、ヨーロッパ人とブソガの最初の接触であった。スピークは、ブソガを探検しようとはせず、目的の源流にたどり着いたと考え、ナイル川を伝って北に向かった。スピークは、ウソガは島である。と記した。今日では、 周囲の民族との境界が何らかの推計であることなどと解釈される。19世紀末にはヨーロッパとブガンダの交易路がブソガの南部を通るようになった。スピークやジェームズ・オーガスタス・グラント、ジェラルド・ポータル、フレデリック・ルガード、JRL ・マクドナルド、アルフレッド・タッカーはいずれもブソガは食料が豊富で人口が多いと記した。 1898年から1899年、1900年から1901年には最初の眠り病の報告がなされた。避難命令が出されたが、眠り病の流行は1910年まで続いた。19世紀末に20万人を数えた住民を避難させたところにイギリス人が入植した。面積の3分の1にあたる南部、ブソ川、避難により人がいなくなった。 1920年代及び1930年代に人々が戻り始めたが、1940年代にも眠り病の流行があったりしたため、当局が帰還を奨励するようになるのは1956年である。これらのため伝統的居住地に戻った蘇我人はほとんどおらず、眠り病と共に飢餓にも見舞われるようになった。これらにより蘇我族が周囲へ移住し代わりに、 別の民族が移入して、現在では、蘇我人を含めあるじに6つの民族が住むようになった。植民地時代に武蔵我の首都は神社に置かれた。ウガンダ鉄道とオエンタキダムにより綿花栽培が盛んとなった。神社には46の工場が作られ、武蔵が内外から人々が集まるようになった。同じく、イギリス植民地であるインドからも商人などが移民としてやってきた。 ムプムッテやワルクバなどは人工像によりこの頃に開発された。水道、電気、道路、学校、病院なども次第に整備されるようになった。綿花、コーヒーのほか、バナナ、ジャガイモ、キャッサバなどの果物や野菜が栽培された。生活水準は向上したものの、持続可能な農業が衰退し、ヨーロッパ人の好む作物がより栽培されるようになった。 ウガンダ独立期には、ウガンダ国内でも豊かな地域であった。神社はウガンダ第二の都市となった。ウガンダの産業の7割が神社に集中し、ナルバーレス水力発電所は、ウガンダのホカケニア、タンザニアにも一部の電力を送電している。ありがとうございます。